放送席、放送席、ヒーローインタビューです。終盤のチャンス、見事に代打での決勝タイムリーヒット、チームを勝利に導きました坂本勇人選手です。さて坂本選手、優勝争いの直接対決の中で7回ノーアウト1塁3塁、まずどのように気持ちを整えて打席に向かいましたか？そうですね、本当に、まずね、昨日、大事な試合でね、僕が全然打てなくて、負けてしまったんで、今日また代打で、ああいう場面でね、回してくれた、チームメートにすごい感謝の気持ちを持ちながら、打席立ちました。あのシーンを振り返りますと、阪神の内野陣がダブルプレーでも OK というようなシフトを敷いていたと思います。坂本さんは相手の陣形を見てどのようなバッティングをというふうに頭の中整理しましたか？追い込まれてたんで、最後ステップを、せずに行ったんですけど、なんとかバットに当てて、何か起きてくれと思いながら、あとはもう最後は気持ちで打ちました。それともう一つお伺いしたいんですが、あのタイムリーヒットを打った打席とその次のヒットの打席とバットを持つグリップの位置が少し変化があったように見えたんですが、あのあたりの工夫もちょっと教えていただけますか？いやもう本当にね、普通にやってたら全然打てないんで、その打席だったりピッチャーだったりで、今日はね特に、スタメンもね外れてましたし、なんとか工夫して試合に臨みました。改めまして巨人ファンの期待に応えるあの決勝タイムリーヒット、今改めてお気持ち聞かせてもらえますか？今年はなかなか本当にファンの、皆さんの期待に応えられてない、試合が、本当に多いんで、こういう、優勝争い、阪神も、本当に強いんで、なんとか、一つ勝ててよかったです。さて坂本さん、ちょっとチームの中の雰囲気も聞かせてもらいたいんですが、外から見ていますとベテランと若手が一丸となっているように見えます。中の雰囲気いかがなんですか？本当に1年間いい雰囲気でやれてると思いますし、昨日僕は本当にめちゃくちゃ暗かったと思うんですけど、今日も若い選手たちが本当に元気出して、試合前からやってくれてたんで、いい雰囲気でやれてると思います。さて坂本さん、これで巨人の優勝へのマジックナンバーが4と出りました。今シーズン最後のこの敵地甲子園球場での一戦です。甲子園球場へのタイガースファン、巨人ファンの皆さんと、それから全国の巨人ファンの皆さんにメッセージをお願いします。いや本当にね、マジック出てますけど、優勝するまで、気抜かずに、本当に若手とベテランね、チーム一丸となって、優勝します。ありがとうございます。今日のヒーロー坂本選手でした。放送席どうぞ。午後6時から阪神竜王戦に。